現状で政権交代はあり得るのか。どこの政党が今の自民党に対して対抗をしているのか。マスコミの表現にも微妙さはまだ続く。加計学園や森友問題はまだ続いているのだ。籠池氏が詐欺罪で捕まっていてもだ。政権、それはどこにある。中華思想の皇帝、それは王の権威、その特権とともに存在した。その原理は今はない。そこにいるのは単なる変な人でしかないが、それでもそこに夢はあった。北朝鮮の問題からして、共産党はダメだし、民進党は崩壊寸前だし、希望の党は今はちょっとうさんくさいし、公明党も問題を見せ始めてはいて。他に政党なんかあったっけ？的な状況で、政権交代その可能性。安倍首相の答弁にも、自分は必ずしも肯定的にはなれなかったし、北朝鮮問題がある中の解散、理由は、